17cm レコードのコンパクト版コンパクト版とはシングルレコードのサイズで1分間の回転数が LP 版と同じ33回転のレコードの通称 17cmLP とも呼ばれる EP 版はシングル版と同じ45回転で収録されており別種であるアメリカやイギリスではコンパクト版は EP が主流になると共に廃れたが 日本ではその後も主流であった。すなわち直径7インチで回転数を331、3に落として収録時間を長くしたものをコンパクト版またはコンパクト LP と呼ぶ。曲数が多く安価だったことから学生などの若年層に1960から1970年代初頭にかけ好評だった。ただし音質は 通常の LP での内周部に当たるために劣る。中心部の穴の大きさは LP と同サイズである。ただし、イギリスでは折り取ることのできる中心部が付けられていた。日本ではシングルレコードのことを EP 版と呼ぶことがあるが、エクステンディットプレートは本来収録時間が LP よりは短いが、シングルよりは長いという意味である。そのため、 英語圏ではあくまで EP はシングルより長いものを指す。小さいので扱いやすいが、収録時間の短い17センチシングル版と、収録時間は長いが大きく比較的高価な30センチメートル LP 版の中間に位置するもので、シングルと同じサイズながら、収録時間が長いため、エクステンディットプレイと呼ばれ、その略称が EP である。 各面に2曲から3曲ずつ収録した、計4から6曲入り、1曲の演奏時間の長い、楽曲の収録などの目的に用いられた。収録曲数が多いといっても、アルバムとして作成される 30cm、LP と異なり、片面に2から3曲なので実際には、お得用としての性格が強い商品が多かった。コンパクト版は33回転のため、 実質 LP の内周分に当たることから、45回転や LP 外周に比べて音質が劣ってしまう。一方 EP 版は回転数がシングル版と同じため、音質で勝っている。ポペラー音楽の場合、1960年代半ばまでをピークとして多数のコンパクト版がリリースされたが、徐々に廃れ、1970年代半ばから、 リミックスバージョンが増加した1980年代以降は現在のレコード復刻も含めより音質の良い45回転で 30cm の製品にとって変わられることが多くなった。アニメソングの場合、1970年代に日本コロンビアから多数発売されたアクションシリーズなどがコンパクト版の形態をとっていた。ちなみにシングル版は 45回転レコード、7インチ、ドーナツ版、または単にシングルと呼ばれる。その後に主流となった CD やデジタルダウンロードの形態ではミニアルバムやマキきシングルに相当し、同時に EP の名も残っている。音楽のダウンロードとストリーミングの人気の高まりによって、より短い間隔で作品をリリースするために EP を振る。 アルバムと分けてリリースすることが、ポップミュージシャンにとって、マーケティング戦略の一つとなっている。スパティファイチオのダニエル・エクは、アーティストが、ストリーミングサービスにおいて高い収入を得るためには、3から4年に一度のレコーディングでは十分ではなく、ファンとの継続的なエンゲージメントを作ることが、必要であると述べている。EP 版は、あくまで7インチだが、12インチシングルの例も、 参考までにあげる。ありがとうございます。